アベノミクスは機動的財政論という形から言うと、うん、割と正しいことをやってるんです、うん、積極財政と異次元の金融緩和、その時に増税を何意味わかんないと思いました。アクセル踏みながらブレーキ踏む政策とか正気ですかって、自分がやってること自分で潰す、そういう矛盾することを同時にやるって政治家としてどうなんだろうって思ったわけです。いや、ありえないですよ。車だって一緒にそれ思いっきりやったら壊れますよ。壊れますよ。それが今の状況だから。金融緩和しながら増税やるとね、うん、大企業と金融機関だけ儲かるんです。アベノミクスがいい部分もあったけれども、実際やったことっていうのは金融緩和によってクレジットの高い大企業と外資系の金融機関ファンドばっかりがお金をね、たくさん金融緩和で横取りしていって、そうそう、消費税増税で中小企業は潰され、私たちのね所得も奪われ、そして大企業だけが戻り税で潤っていくっていう、この構図全く理解ができないですよ。